はい、こんにちは。まーちゃんの夢は原です。はい、今日はですね、エイシンくんの1ダメージでも受けたら離脱っていうチャレンジですね。うん、このチャレンジも本当に難しいんで。そう。うん。でパパと同じように10戦やってもらって、最初の5戦までは特に縛りなし、うん、まあ、とにかくダメージを受けたら離脱ですね、はい、で6戦目以降は縛り追加になりますので、うん、エシン君頑張ってください。はい、はい、じゃあ早速やっていきましょう。クリエイターサポートはマイチャンネルでよろしくね。じゃあどこ行きますか。どこにしようかな。じゃあホーリー。ホーリーね。はい、じゃあビーグー。もしダメージ受けたらもうそれでダメだから、うん、その時点で身を捧げる感じだから、うん、一回に屋根があった。鶴橋かっこいいねこれ。もはやシールドなの無意味。そうなんだよね、シールドは まるっきりこのチャレンジでは無意味です。ボットはね、でも意外と当たる可能性高い。そう、当ててくるからね最近のボット。うわ、ミニポはいらない。てかメディキいらないんだった。メディキもいらないですね。回復は今回のチャレンジでは全く無意味です。右にいる、右にいる。はい、うわー、あー食らいました。終わり、50枚。このチャレンジほんと難しい。どこだ。さあサンズ、スイッチサンズ、ジャンピック追とかって OK だよね。でもちろん全部 OK。 いるな、そこにヘンチマンと隠れ家狙いの人が一人いたよ。まさかここら辺ってヘンチマンいんの。いるって。そこに今撃ってるとこ、あそこあそこあそこ、そこそこ今ほらプレイヤーいるから。そう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 。よし、ショットガン来た。おーおー、狙い通り。サンマシンガンってこうダダダダダダって打つ代わりにさ、うん、ダメージ少ないから相手からのダメージも食らうじゃんね、うん、そこなんだよね。おお、レベル上がった。プロッパーいらないね。ヒントコンやっちゃった。あと1匹残念ながらフロッパーでした。フロッパーはもっと意味ないので、ここはあえて戦わないという選択肢もありですね。フレアだなあれ。おっ、ジャンパーで飛んだ。あ、あれはありがたい。使わせてもらおう。使わせてもらった方がいいね。これでアンチの中心へ逃げる。なんかたまたま。これはラッキー。エイシン君にとってはちゃんとドア閉めといた方がいいね。無理。おー、ほんとだ。やったー。ラッキー。通ってくる。バンテージ2つ。バンテージ2つってなかなか珍しい。あ、金ピストルか。やったー、ピストルは超嬉しい。ボートの爆発の音がする。超戦ってんじゃん。さあ、あ、狙われてる。そう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 。え、なんでバレてんの。やべ、バレてる。やばいやばいやばい。でバレてんだ。よし、一発。ダメージは食らってないです、エイシン君。やばいやばいやばい。死にたくない。死にたくない。いや、死ぬんじゃない。ダメージを食らってはいけないんです。ダメージ食らいたくない。食らえ。ナイス。てか資材が全然ない。マジか。連射式 SMG ミニガー。あー、食らいました。終わりです。両差下げます。20位かな。よし、20位です。残念。なかなかいいとこまで行ったけど、うん、あ、ポチッとなって。え、超過疎に行く。はい、了解。もう死にたくないんだ。じゃあそろそろ行こうかな。ジャンピングー。これは過疎中の過疎だよ、うん、ほとんど来る人いないところ。まあでもソロだったら結構物資豊富にあるし、こっちにアンチが寄ったら大成功だと思う。あとね、どこに何があるかわからない、うん、あー、アワサルトだ。あ、ちょっと待って、見てごらんマップ。
あ、割と近い。よかった。あとは人が来てっと厄介。おお、いらないのに。おお、青ピストルはありがたい。ここが青宝箱、ラマ芝居とかで青宝箱1個だけあったもん、ね。あ、そうそう、あったあった。アサルトライフルで敵ダメージ当たり。見てごらん、上。なあ、あるけど、いっか。そっち側にひっついてない。ストームのダメージで終わっちゃうのパパもあったけどさ。確かに。悲しいんだよ。そうだね。おー、ビビった。おー、ビビった。25人まで来てるの。あ、25人、うん。お、やっぱりスラピー側になるそう。あ、何？音がうるさかった？うん。よし、残り14人。お、いいよいいよ。さあ、ずれた。やばい。あー、食らいましたー。残念、11。いや、これは運が悪かった。うー、さあ、どこ行く？ちょうどど真ん中。もうリスキー行くんだ。リスキー行く？逆に緊張感を上げて生き残るんだ。そうそう、行こうかな。ジャンピング、逆に生き残るんだ。あいつ別の場所に降りてくる。別の場所に降りそう。よっしゃ、いきなり狙えるか。おお、いきなり狙った方がいい。お前はもう死んでいる。ナイス、ボットでした。マジ。あー、食らいました。惜しい。なんでだ。うわー、残念でした。ビームは撃ってくるから、ビーム食らったらアウトだからね。うん、まあでも降りる。はい、そろそろ行こうかな。ジャンピーング、うわー、正面突破しなきゃいけない。ただここヘンチマンはいないです。ここいる。やばい。これはきつい。前チャンネル、チャンネル登録よろしくね。はい、ではここから縛り追加ですね。縛りは、ザ・シャーク、ザ・ヨット、ザ・エージェンシー、ザ・リグ、ザ・グラト、この新しくできた5つのエリアにしか着陸できません。はい、非常に厳しいチャレンジですね。わかりました。頑張って。まあ、着陸しても移動してはいいけど。よっしゃー、エージェンシー行くでー。エージェンシー行くの？本当に？いやー、そろそろ行こうかな。ジャンピング、うわー、マジか、エージェンシーか。やばい。なんだと？取られる。開空されたらまずい。ただ、ここには着陸しなければいけない、エージェン君。着陸はした。あー、はい、食らいました。我が身を捧げます。あー、残念、95位。まあ、そりゃそうだよね。よし、じゃあシャークいきます。シャーク、了解です。そろそろ行こうかな。ジャンピング、あの、変装するとダメージ食らわないからさ、うん、そういう方法もありだと思いますね。やっぱいる。ピストル、とりあえず落とす。来るよ。ミッションクリアするんだ。来るよ来るよ。あー、食らいました。ヘンチマンだな。ヘンチマンにやられました。75位かな。75か。あー、厳しい厳しい。さあ、どこに行く。ヨットヨットね。はいはい、グー。ちょっとエイちゃんの方が高いな。本当だ。さあ、落下ダメージとか気をつけてね。おおと、あんまり意味ないかもしれんけど。ああ、食らいました。終わりでーす。なんでだよー。85位だったな。85位でした。85位か。ヨットは無理そうだから、うん、グラトゥ。グラトゥね。じゃあ、そろそろ行こうかな。ジャンピーングー。おほー、弾頭かゲットした。エシン君がわー、かっこいい。
あ、まだ飛んでる感がすごい。飛んでる飛んでる。あ、宝箱取らなかったの？これになってから。あ、これ変装するから上がなくなっちゃうんだ。これ今変装するとたまにね、上がぶっ壊れるんだよ。バカ。ブルタスいった。ブルタスいるじゃん。ミニガンとか出てきたら。さあ、スキャン宝をこうガンガン開けてます。あー、またか。ということで泳いで逃げます。さあ、アンチはどうでしょうか。アンチは割と近い。うん。あー、ちゃうちゃうちゃう。じゃあ、私もあんまり資材がないです。精神君、いやー、のどかだな。とても戦いが繰り広げられてるところとは思えないね、うん、囲って。もう囲う必要ない。囲う必要ないの。またピュンピュン。ジャンパーはありがたい。さあ、ロケランもある。ダンボールには狙撃一発耐えられるから、ダンボールに入ってダメージ食らわないっていうのはありですね。オッケー。完璧なイモリだ。さあ、収縮が完了します。この問題は、そうそう、こっちに来ないと厳しい。あ、出ちゃったよ。あー、我がダンボールだ。まあいいや、行こうと。今度山を越える程度だった。やばい、そこでやってる。そして間違いなくここにもいる。あー、ちゃうちゃう、危ねえ。やばいやばい、そこにいるそこにいる。うわ、これ危ねえ。やばい、来た。はい、終了。あー、終了。残念、10位。はい、じゃあどこ行きますか。ラスト、ラストのヨットで、うん、6回頑張って。ジャンピング。いや、こんな高いところで爆弾乗るって相当怖いよね。 OK 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 OK。 これでヘンチマンから食らう心配はない。これこれこれ、左がスキャン宝箱。よし。おお、いいの出た。いや、このチャレンジでまさかダンボールがそんな有効だと思わなかったってか、めっちゃ遠い。あー、まずい。でもスチーミーがあるからギリいけるかも。飛ぶ方向間違えないように。ここらジップラインだ。そうだね、ジップライン使ってもいいかもしれない。どっから曲がるかだけ確認しとかないとね。いけそうか、うん、ストームで。ただ問題はボットいるかもしれないから。ボットじゃなくてもプレイヤーも。プレイヤーだね、あの建築、うん、最近ジャンパと C4 間違えねえな。おお。おお、でもいらないかな。あー、さすがにエジが今のところ落下ダメージもストームのダメージも食らってないからね。撃たれるな。撃たれなかった。でも空いてる、そこ動かない方がいいんじゃない、一回入ったら。結構豪華なお家やん。来た、やばい。お願いだから気づかないで。どう見ても不自然なんだよな。すげえ。うわあ！やばいやばいやばい。逃げる！死にたくない！死にたくないよ！どっちだ？逆方向。撃てる。これは撃たないで。木の影に隠れて。撃たないで。撃たないで。お願い。よし。よし、逃げた逃げた。逃げ切った。ちょうど向こう同士で戦ってくれてるっぽい。逃げるんだよ。左側の小屋は入ってないね。そこは大丈夫かな。
バレませんように。超近いんですが。めっちゃ近い。やばいやばい、撃ってきた。隠れて隠れて。中入っちゃった。うわ！大丈夫大丈夫、まだ大丈夫。あ。たまさんさん。オッケーオッケーオッケー。戦うんだ。お、死んだ。9位。やった、初めて一桁入った。気づいてないね、外のやつはね。危なかったね。ロケランが来た。ここは大丈夫だと思う。スカー対ロケランの激しい戦い、びっくりするんだ。よし戦え、そのまま戦っちゃえ、頑張れ。うわー超緊張する、超指振り。6位になりました。さあパパの最高位の6位に並びました。エジン君、よし、パパより上に行く。モード入ってる、入ってる。これはワンチャンある。木に隠れてんのかな。5位になりました。やったー、パパを越した。エイジンがパパを回りました。おお、入ってる。あ、減った、同時に。こんなことある。ちょっと動くの。あー、動かなくていいよ。この方は入ってるっぽい。入ってる。はい、アンチがなくなります。ただいまから。上建築して、え、おら、ナイス。ナイスー、よっしゃ。あと一人。ダメ、ダメージ食らっちゃダメ。降りてくる降りてくる。上だ。エイシン君気をつけて。ストームだけ気をつけて。うわ、うわ来た。うわ、見返されたもう。ロキラン仕込まれて終わりだね。ロキラン仕込まれる。上だけ建築。うわ、上建築しときたかったけど、まあよく頑張った。2、やった、2位だ。素晴らしい。はい、ということで今回ですね、エイシン君の1ダメージでも食らったら離脱チャレンジやってみましたね、はい、いやーよく頑張った、うん、最後に。よかった。3人になった時に1人キルしたのがよかった、うん、ノーダメージでね。あれはもう、よく頑張ったよ。超緊張した、うん、よく頑張った。ちょっと後半かなり持ってたけどね、うんうん、ダンボールは素晴らしい、うん、ダンボールのアイデアちょっとパパなかったな、うん、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。あのね、すっごく難しいチャレンジなので、うん、皆さんもぜひやってみてください、はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったと思った方はぜひ高評価チャンネル登録お願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。